か。ああ、ピョンオタマがめっちゃ見てるー。気にしてるー。毎日のように野菜が収穫できます。いいですねー。なんだー、かわいいなー。こっち見てるのー。大きな蜂を捕らえることもあるらしく、最強のアブ、と呼ばれることもあるそうです。これは、ちょっとお触りできるかも。シーンセーキさーん。おー、開いたー。こんにちは、おたま日記です。こちら、釜の丸です。5回目の脱皮を終え、大きくなりました。かわいいねー。釜の丸ー。では、釜の丸がかわいいので、ウジ虫をあげましょう。お、気づいた、釜の丸ー。気づいたねー。どうかな？捕らえるでしょうか？うん？あー、ピョンオタマがめっちゃ見てるー。気にしてるー。ピョンオタマは、結構目がいいんですよね。これだけ離れているけど、しっかり見えています。ちょっと引いてみてみると。あー、ピョンオタマー、なんか動いているねー。食べたい、食べたいよねー。ピョンオタマー。ごめんごめんよー。見せるだけ見せてあげなかったら意地悪だよねー。意地悪してごめーん。ピョンオタマー。ごめんごめん。釜の丸は食べないみたいだからピョンオタマにあげるよー。ほら、どうかなー。お、見た。おー、すかさず言ったー。一口で言ったー。あー、もうほとんど飲み込んでるじゃーん。ペロリーン。さて、今日も暑いですが、家庭菜園で少し作業をします。蚊が半端なく多いので、蚊取り線香をつけます。鉢植えの植物に水をあげ、生ゴミ堆肥の発酵を促進するために、米ぬかを混ぜ込みます。朝顔が綺麗に咲いていますねー。うん？あー、そこに野生のカマキリがいるじゃーん。緑色で可愛いですねー。ちょっとバッタを捕まえたので、見せてみましょう。ほらー、食べるかなー？うん？食べない？食べないかな？あー、おんぶバッタ、逃げちゃったー。この足元にある植物、以前植え付けた悲鳴はだれそうです。芝生に変わるグリーンカバーとして、注目されているそうです。こちら、木作液です。野菜の栄養補給のため、これも薄めて散布します。木作液のおかげか、今年は、野菜の収穫量が多い気がします。悲鳴はだれそうと木作液については、ブログに書きました。動画の概要欄にリンクがありますので、よろしければご覧ください。そして、今日も野菜を収穫していきます。この時期、毎日のように野菜が収穫できます。いいですねー。こんな感じでカゴに入れて持ち帰り、晩ご飯にしましょう。前回の動画で、キュウリが一本弱っているとお伝えしましたが、完全に枯れてしまいました。残念ですが、キュウリ一株。撤去することにします。家に戻ると、おー、ここで釜の丸がバッタを捕まえて食べています。で、こっちですが、ピーカマちゃんです。お腹曲がってしまっています。私はこの症状をお腹ポッキン病と呼んでいます。2年前に育てていたカマ太郎もそうでしたが、このように、お腹の付け根のところで、曲がってしまったのです。前回の動画で、ピーカマちゃんが、お腹ポッキン病になってしまったことを、お伝えしたところ、同じような症状になったカマキリがたくさんいることがわかりました。コメント欄でお腹ポッキン病について、情報をくださった方、ありがとうございました。ハエを捕まえたので、ピーカマちゃんにあげてみましょう。お、ハエがピーカマちゃんの方に、向かっていきます。このように、逆さまになっていなければ、お腹のポッキンは元に戻るんですよね。おー、捕らえたー。そして、食べ始めました。でも、その角度だとお腹がポッキンしちゃうー。ピーカーマちゃーん。
2年前、鎌太郎は、たくさん食べてお腹が膨れたら、お腹ポッキン病が治ったんですよね。Pカマちゃんもたくさん食べたら治るかなー。ほらー、バッタもあげるよー。Pカマちゃーん、お、右カマでバッタを持ったねー。では、タイムラプスで見ていきましょう。頑張ってたくさん食べるんだよ。うわー、すごいですねー。お腹が折れてしまって、こちらとしては心配なのですが、全く気にしていませんね。元気そのものです。そして、ピーカマちゃんは、ハエ、オンブバッタ、ウジ虫を食べてくれました。ごちそうさまだねー。ピーカーマちゃーん、こっちおいでー。お腹どうでしょう。まだ折れ目がついていますが、お腹いっぱいになったので、内側から押されて症状は少し良くなっているかな？拡大するとこんな感じです。あ、ごめんごめん、気になるよねー。ちょっと怒った？ごめんよー。ピーカーマちゃーん、なんだー、かわいいなー、こっち見てるのー。ピーカマちゃんは、緑でしたが、脱皮後、体の色が茶色になりました。でも、目の色は緑のままだね。お、カマの丸も食事を終えています。カマの丸も頑張って大きくなるんだよー。7月22日です。今日も天気がいいですねー。虫網を持って雑木林エリアに来ました。なんか虫がいないかなー。家庭菜園からそんなに離れていませんが、いる虫も違います。この辺は、コオロギ、カミキリムシなどがいます。時々、スズメバチを見ることもあります。これは、シオヤアブ、というアブの仲間です。ハエを捕らえて食べていますね。シオヤアブは、肉食で、他の昆虫を捕まえて、食べます。大きなハチを捕らえることもあるらしく、最強のアブ、と呼ばれることもあるそうです。っていうか、そのハエ、うちの子の餌として、私が欲しかったよ。でも、早いもの勝ちだよね。ざーねーん。今そこに、白いモフモフなものを発見しました。あれはー。シーンゼーキさーん、爆睡してるじゃーん。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。親戚さんは、そのうち毛並みが茶色の茶族に、属する野良猫です。そして、リトルトクロゴマちゃんのお母さんです。シーンゼーキさーん、木の下で、気持ちよさそうに寝てるねー。かーわいい。っていうか、私に気づいていない？気づいていないかなー？これは、ちょっとお触りできるかも。シーンゼーキさーん。でも、触ったら怒られるかなー？どうしようかなー？うわー、ごめーん。ごめんごめーん。触ってないからー。あー、その顔。怒ってるー？怒ってるねー。ごめんなさーい。じゃあもう行くねー。あー、ダメかー。お触りダメかー。シーンゼーキさーん。家に戻ってピーカマちゃんの様子を見ると、ちょっとー、ピーカマちゃんも怒ってるじゃーん。なんでー、激おこじゃーん、コブラみたいになってるー。ピーカマちゃん、お腹ポッキン病、どうなったのー？怒ってお腹ぐるーんって丸めてるからよくわからないなー。手に乗せたら、ちょっと、痛いってー。ねえ、なんでそんなに怒ってるのー？ちょっと今日は気が立ってるねー。なんでなのー？やっとカマを離したけど、まだ怒ってるなー。なんでよー？ここ、お腹ポッキンしていたところです。まだ折れ目があるけど、結構良くなってきたのかなー。あれ？ちょっと、力みすぎて出そうになってない？出てるー、出ちゃってるじゃーん、ちょっとー。そして、ここ、釜で強く持たれたところ、赤くなってるじゃーん。もうー、ピーカマちゃんはー、でも、元気だということですね。
糞もしたので、消化器系も健康なようです。お腹ポッキン病も大丈夫そうだねー。え？ここにいるのは、あ、この虫は、捕まえます。これは、シミ、という昆虫です。図鑑で見たことはありますが、直接見るのは個人的に、初めてです。シミは、無変態の昆虫として、知られています。カブトムシや蝶などの昆虫は、完全変態と呼ばれ、卵、幼虫、サナギ、成虫と変化していきます。一方、カマキリやバッタなどは、不完全変態の昆虫です。卵から孵化してから大きく、変化することはなく、サナギにもなりません。脱皮して大きくなっていきます。でも、成虫になると、羽が生えるので、幼虫と見分けることができます。こちら、去年育てていたカマノスケですが、幼虫時代は、羽がありませんが、成虫になると立派に羽が生えているのがわかりますね。このように、完全変態、不完全変態は、一般的ですが、シミが無変態の昆虫、というのはどういうことなのでしょうか。なんと、無変態という字の通り、生まれてから形が変化しないのです。ひたすら脱皮をして大きくなっていきますが、このままの形で大きくなるだけです。こんな不思議な生態を、する虫がいるなんて、と、図鑑を見て思っていましたが、家の中にいるとはいやぁ、本当にいろんな種類の、生き物がいますね。研究していくといくら時間があっても足りませんね。うん？ああ、ぴょんおたまあ、めっちゃシミに反応してるじゃーん。ああ、めちゃめちゃ食べたそうにしてるー。このシミですが、大変申し訳ないですが、ぴょんおたまのご飯になってもらおうと思います。申し訳ないねー。ほらー。あ、ああ、早いー、シミー、ごめーん、ぴょんおたまー。ペロリーン。さて、今日も天気がいいですね。百日草の花が綺麗に咲いていますね。ここにあるのは朝顔です。昼過ぎ、もう花がしおれていますね。っていうか、暑すぎて葉っぱもしおれているなぁ。大丈夫かな？そう思って、4時間後また様子を見ると、4時間後です。気温が下がったら、葉っぱが復活しましたね。よかったー。このつぼみは、明日の朝咲きますね。ところで、朝顔って、朝起きた時はすでに咲いていますよね。朝顔が咲くところを見たいです。ということで、三脚に iPhone を固定して、撮影してみることにしました。では、タイムラプスで見ていきましょう。だんだんと暗くなっていきます。そして、次の日、明るくなりました。おお、開いたー。すごーい、すごいなー。さらに、次の日、今度は夜中明かりを照らして、撮影してみました。一日でつぼみが大きく膨らみ、咲く様子がわかります。ちょうど真夜中を回ったあたりで、ぐっとつぼみが大きくなっていきますね。さあ、明るくなってきました。そして、開いていきます。おお、咲いたー。本当に、生き物ってすごいですね。次回予告です。あ、あー、いるじゃーん、リトルトゴマちゃーん。カマの丸ー、カマの丸も大きくなったねー。ピーカマちゃん、まだちょっとお腹ポッキンしてるなー。おお、油ゼミがいるー、すごい顔だなー。草刈り作業をします。すっきりしましたね。おお、キュウリのところにカマキリがいるねー。いいねー。うわー、目が大きいなー。ピーカマちゃんとカマの丸のケースに大量のカメムシを入れ、タイムラプスで様子を観察します。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。